どうも、パパッチです。おねしゃーす。おねっぴ。はい。というわけでですね、今回は S 待ち企画となっております。これ S 待ち企画、略語ですね。で、S 待ち企画が何ぞやという人もいると思いますんで、発表したいと思います。S 待ち企画とは、S ランク出たら多分強いから A ランク、B ランク、C ランク、D ランクの選手を使ってみよう。待ちどこ？略語言うてんの待ちなかったね。まあまあそんなんどうでもいいんですわ。はい。で、サムネタイトル見てもらって分かる人多分いないんじゃないんですかね。本日使ってみる選手はこちらの選手となっております。東選手です。これ賞味意外ちゃうみんな。いや、これマジ出たら、S 出たら俺めっちゃ強いと思う。で、今 S 出た時の能力が今こちらにね、バンと出てると思います。どう？強いでしょ？ちょっと俺まだ計算してへんから見てへんけど、多分強いでしょ？うん。でね、球種がね、球種がいいのよ。ちょっと見てみましょう。はい、まずツーシームが C ね。強いね。で、スライダーが B ね。で、高速シュート。で、縦スラ。で、フォークがこれ平選手のフォークみたいな、この、クイッて、クイッていくやつやね。で、第2球種に、ストレートと高速スライダー。いや、これ、マジで強いと思う。いやー、まあ、落ちる系のね、落ちる系のスプリットとかあればもっと強いと思うねんけど、俺、全然参ると思うから、ちょっと東選手使ってね、リアタやっていきたいと思います。じゃあ、行ってみよう。あかんか、絶対あかん、絶対あかん。おもない、おもない、おもない。めっちゃおもなかった。じゃあ、東選手使ってね、リアタ行ってみたいと思います。さあ、リアタやっていきましょう。東選手は中継ぎ適正しかないんで、中継ぎで使っていきたいと思います。選択契約書、OK、お願いします。いや、てかみんなさ、前の動画見てくれた？なんとね、師匠からね、なんと面白いというコメントいただいたんでね、ぜひ皆さんほんま見てください。お願いします。あ、おねっぴ、おねっぴ。坂本、あ、なんか真似してる。はい、完璧。はい、完璧。はい、完璧ね。ちょっとあかんね、全然打てないね。てか阪神優勝しましたね、おめでとうございます。で、なんとオリックスも優勝したんで、マジでちょっと関西ダービー見たいのよ俺。関西ダービーほんまに見たい。完璧。はい、完璧。いや、マジでね、ちょっと関西ダービーになったら俺地元帰るかもしれん、ほんまに。マジで帰るかもしれん。みんな日本シリーズどこ見たいとかあります？もう俺は賞味、もう賞味オリックス安心やから見たいんよ。マジで CS 買ってもらいたい。ガチなやつで、ガチリアル盛り抜きで買ってほしい。さあ、もうワンアウト取ったら出そうか。もうワンアウト取ったら出すよ。オッケーオッケー。はい、出します。はい、出します。さあ、東選手初登板です。まあ変化量マイナス1はもうしゃあないから。はい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 。で、ツーシームね。これツーシーム D でしょ。いや、強いぞこれ、強いぞ、マジであるぞ。で、高速スライダー。あら、強すぎちゃん、強すぎちゃんちゃう、これ。強すぎちゃんやで、これ。てか、オリックスのさ、7回の攻撃えぐなかった。俺も T のさ、応援歌、大歓声の応援歌さ、マジ泣いてんけど、ほんまにやばすぎ。 T の応援歌が一番かっこいい、応援歌の中で。みんな誰の応援歌が好きとかあります？さあ、貝またぎ使っていこう。シュートもあるからね。
はい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 、強いよ。このフォークが地味に、はいはいはい、で落ちるか落ちへんとこの縦すら、よし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 、ツーシーム行こうか。はい、めっちゃ強いんちゃうこれ、激強ちゃん。ストレート、ストレートもあるんです。はい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 、この高速スラとスライダーの使い分け多分強いね。ピース、激強ちゃんです。さあ2試合目やっていきましょう。みちさんお願いします。みちといえばやっぱグリーンよね。最近なんかグリーン聞いてるけどマジエモいわ。君思いとかまたねとかほんまにしみる。でもそっか、見てる人とかってその俺のリスナーとかってグリーンとか知ってんのかな。逆にどうね。さあ秋山さんお願いします。ありがとう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 。ボールか今の。やったやった。さあ大谷もあれでしょ、なんか手術成功して言えてた今俺。手術手術、え手術言いにく、手術か、成功して。でもピッチャーは再来年ぐらいになるんでしょ。もうそんなことはどうでもいい、行ってみよう東くん、東くん行こう。これまあ初見殺しのツーシームね、まず。はいはい、大丈夫大丈夫大丈夫。で同じとこにスライダー、オッケーオッケーオッケー。でさっきのスライダーが多分頭に残ってるから、ここに高速スライダー、やばい、完璧ちゃん、ほんまにほんまに強いと思うわ、マジで強いと思う。俺発掘したかもしれない、これちょっと援護しよう援護しよう。さすがに岡本和真、オッケーよ、マジ援護しない。やばい、このオリックスのちゃんってかっこいいよね。あ、いけた、わっしょい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 、息をいらつなげつ、外野前進で大丈夫。お疲れしたお疲れした、はいお疲れした。さあ新井さん行こう。お疲れした、さあ行こう。フォークもありますからね、この。で、高速スライダー一回見せて。はいはいはい。入んのよ、これが。これ振るで、多分。うわ、振らへん。これ振るんちゃう、振らへんか。じゃあ殿下の方と通信行くか。ちょっとごめん、今のは悪い、今のは俺が悪い、制球がねやっぱ C ランクなんで。はいはい、縦スラでちょっと体力なくなってってる。オッケーオッケー、いいよ、体力ないのも刺さってるよ。立浪さん行かしてもらうで、私は米食います。わー、今年か、今ので終わりか。さあ体力もうないから
やばいやばい、ほんまに強いわ、マジで強い。あれっしゃ。さあルーム戦の方やっていきましょう。スピリッツ一律でやっていきたいと思います。さあどうなんやろ、刺さるかな。やっぱはいはいはい、甘い。あーでも大丈夫ね。でね、ここのフォークとか強いと思うよ俺多分。オッケー、いいねいいね。一回高めにストレート見せて、で高速スライダー、スライダー先見せたからね。はいはいはい、でもう一回フォーク行こうか。で同じとこにツーシーム、で多分ねツーシーム張ってると思うから、これはしゃあない、うん、これはしゃあないわ。今のは俺が配球悪い。ツーシームのゴリ押しでもいけるかもしれんねこれ。あ強いね、やっぱ強いと思うわこれ。さあもう体力ないけど、それが逆に刺さるかも。うん、これ C ランクでもワンチャンいけんちゃう。でストレートいこうか。いいね、C ランクでも多分抑えれんで。でこの落ちるか落ちないとこの縦すらね、甘いわ。オッケー、全然よかった。これが入んのよ。でもう一回高速スライダー多分来ると思ってる。やばい、強いわマジ強いわ、ほんまにみんな使ってみて、ほんまに強いわ。これが初球、最初は変化球できました、ボールになります。膝元へ変化球が決まります。サードうまくさばいてツーアウトになりました。バッターは DH 落合、ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。スライダー外れます。ボール先行です。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、変化球が決まっています。インコースボール、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、突き刺さ、いや完璧に捉えます。いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました、流しました、この打球はフライになっています。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打席には5番バッター柳田。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。ファウルになります。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。ボールになります。中への変化球外れました。インサイド落ちました。菊
1、アウト、ワンアウト。打順は6番吉田。まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターは7番に入っている坂本。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。インローへキレのある変化球が決まっています。引っ張った岡本、一塁アウトです。